こんにちは、あいこです。声おかしい。見て、髪切った。イエーイ。今日は過去にやってきたネイル紹介します。イエーイ。私マジでネイル命でやってるんですけど、ぜひ私の YouTube を見て、もうギャルはどんどん真似しちゃえって感じの動画になってます。はい、歴代ネイル紹介みたいな感じ。レッツゴー。まず1個目ドン、これです。これは産後に久しぶりにやったネイルだね。だからめっちゃ爪も短いし、頑張って頑張っての頑張って伸ばしてのこれだから産後初のネイルがこれです。普通に可愛いよね、シンプルの黒フレンチ。久しぶりに黒フレンチやりたいな。えやろう。次これ、青ね。え、こんな原色を。で、今もう水色のフレンチなんだけど、ここまでの原色の青、多分これが最初で最後ぐらいな感じかも。え、でもめっちゃ可愛くね。普通に結構パキッてした色とかがなんかこうあんま好きじゃなかったんだけど、これ結構可愛いなって思ってる。次はこれね、こういうラメ系。この時ワンカラーにハマってたの。結構デザインしても飽きちゃうなとか思ってワンカラーにしてて、クリスマスラインだったかな、これは。はい、次ドン、これ、あの、この茶色のやつ。これはマジで納得いってないんで、はい、一瞬だけ飛ばす。はい、次これね、ガラスフレンチ。これマジでめっちゃお気に入りだった。これ超可愛くない？このベースのカラーもめっちゃ可愛いし、このちょっとガラス入ってるのもマジ可愛いよね。これマジ真似してみんな。次これドン。これはね、なんだっけ、なんか定額みたいなのあるじゃん。なんかこの中から選べますよみたいな、そん中から選んだやつだった気がする。なんか私これまでずっと地爪だね。てかこれまでっていうか、今までスカルプとかチップとかあんまやったことないから。はい、次これピンクのドット。え、これもめっちゃ可愛い。この時、え、春だったかな、え、わかんないけど、え、これ可愛くない？もう一回やりたいって思うようなデザインも全然ある。歴代のネイル全部好き。で、次これ、はい、ドン。これは、白グラだね。白グラは、本当に有能だから。みんなやって。これだけで、もう本当、爪がめっちゃ綺麗に見えるの。手の形とか。はい、次これ、ドン。黒のグラデーション。さっきは白グラだけど、今度は黒のグラデーション。こっちも可愛いよね、普通に。ギャルな感じがね、こっちの方が出るかなって。次、はい、これドン。これは黒のラメグラだね。これはみーちゃんの多分産後にやりました。短いけどね、爪が。でも可愛い。はい、次これ。これはあの、いろんなね、カラーのドットじゃないけど、こういうのやって。え、これめっちゃ可愛いんだよね。なんかちょっとポップじゃない？めっちゃこれもなんか多分定額デザインみたいな感じだった気がする。この辺までずっとネイルサロンが定まってないんだよね。はい、次これ。これもシンプルな黒のラメに、ここにあのストーンをつけたっていうやつ。うん。これも多分まだ全然ネイルサロンが定まってなかった。で、ここから。はい、ここからアイコのネイル進化します。ドン。これ。マジ可愛い。やばい。もう一回やりたいと思うぐらい可愛い。これワンホーンネイルかな。ここから私がもう毎月通ってる愛花ちゃんっていう方がいるんですけど、ネイリストのね、もうめっちゃうまいの。めっちゃうまいの、本当に。まず何がうまいかって言ったら、私のまあ爪事情分かってるから、薄くない爪が薄くなんない、削りすぎないでくれるっていうのと、あとまあ大前提に本当にセンスしかない。めっちゃうまいし、あと形とかもめちゃくちゃ綺麗だしっていう、もう愛花ちゃんにしか任せらんないっていうぐらいネイルがうまいの。だからみんな私のインスタ見て気になった人はぜひ行ってみてください。これも次のやつドン。はい、これも爪がもうかなり薄くなっちゃってたから、一回オフしてリセットしようってことで爪一回短くしました。でもあのね、マジで今までで初めて、短いネイルめっちゃいいかもって思えたのがこの時だった。で、次これね。はい。キティちゃん。こんなどでかいキティちゃんつけたの初めて。でも、めっちゃ可愛い、これ。あの、こっからの傾向なんだけど、
サンリオとかリボンとかストーン、この3点がマジで私多い。多分こっからめっちゃ出てくる。次これなんだけど、はい、これはフリマの時にやってたネイル、みんなに会う前にネイル行こうと思って行ったんだけど、これが可愛いね。私マイメロ推しなんだけど、まあ知ってるよね、みんなで知ってるよね。マイメロをとにかく両手に入れたくて、でかいマイメロとシールのマイメロを入れてもらったっていう感じかな。次はこれ、もうこれもマジで過去一レベルの可愛さ。これ結構参考にしてくださった方とか多くて、まずこのベビーピンクがめっちゃ可愛いよね。私が大好きなサンリオも入ってるし、リボンも入ってる。もうこれはもう私が大好きなものを全部詰め合わせたみたいなネイル、もう可愛すぎる。もう一回やりたい、これ超可愛い。はい、次これ水色。私水色めっちゃ好きなんですよ。そう、水色好きで、この時あの夏だったからちょっと夏意識の水色で星入れてみたり、ちょっと涼しげなね感じのカラーとかデザインにしてみました。これもドン。はい、マジギャル、これガチ可愛くない？これはやばいと思う、うちマジで。なあ、ロングね。でしかもこれ地爪です。地爪ロングで、ここまで地爪が育ったのも愛花ちゃんのおかげだから本当に。でこれはゼブラ柄だね、ピンクのゼブラ。いやガチで可愛い、これやばい本当に。でこの深めのフレンチがまた可愛いの。はい、ここでちょっとおとなしめになりましたよ。これ可愛くない？このシンプルなこのベージュピンクみたいなのに黒リボン、これマジで可愛い。しかもこのベージュの先尖りのデザインってめちゃくちゃ手が綺麗に見えるんよ。だからマジみんなこのデザインやってみて、爪短くてもいけると思う。あと次はこれだね。これもまあフレンチのストーン、ピンク、ベビーピンクでちょっとピンクをメインにじゃないけど、そういう感じをイメージして。で次はこの赤、赤とかマジでやったことなかったんだけど、マジ可愛くない？これも一旦またリセットしようってことで爪短くしたんだけど、いやいいね、このリボン。リボンもいつもこう下のピロンがあるリボンを結構つけてたんだけど、このリボンもキラキラで可愛くてめっちゃいい感じ。はい、次これです。バレンタイン意識、完全にわかるよねこれね。バレンタインをイメージしてあのネイルしました。真ん中にあの中指立てたキティちゃんがいるんだけど、これもマジで可愛いので、こっち側はピンクのリボンなんだけど、反対側は全く同じリボンなんだけど色が違う白のリボンにしてっていう、マジで可愛いネイル。ちょっとね、その次のネイルの写真を撮ってなかった、こういう写真になって申し訳ないんだけど、これもあのあれだね、白のグラデーション前やってたような。でこれは1個キティちゃんをポンって乗せただけのデザインですね。で最後は今やってるやつ、これガチ可愛くない？やばいよね。水色のフレンチ、あとクロスをつけてるっていう超シンプルなデザインです。真似してどんどん。この前あのライブの時に話してたんだけど、なんか「え、愛子ちゃんなんかネイルとか真似されるの嫌かと思ってました」みたいな言われたんだけど、私全然真似されるのとか全然嫌じゃないよ。あ、っていうのもそのタトゥーと子供の名前真似されるのは嫌だって言っただけで、その髪の毛とか洋服、メイク、ネイルとか、なんかその替えが効くじゃないけど一生ものじゃないじゃん別に。だからなんかそういうのは全然シェアしたいし、全然もう一緒に真似してこう、一緒に向上していこうっていう気持ちでしかないんで、あのマジでうちのネイルデザイン迷ってる方がいたらぜひ参考にしてみてください。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、シェアお願いします。バイバーイ。